見てくれてありがとう。塚さんです。おはようございます。人は家なしバンライフで生きていけるのかをテーマに、新潟県の佐渡島で真夏の車中泊3ヶ月にチャレンジしてます。7月20日12時17分、温度が 29.9 度、30度ですね。湿度が 67% ですね。風が吹いてて、まあまあまだ涼しい方じゃないですかね。でもね、全然釣れないんですよ、やっぱ昼間は。ふんともふんともですよ。で、草風がねツンツンつついてくるんですよね。でもね、釣れない。今ね、前浜エリアですね。ツンツコツンツコつっついてくるんですけどね、釣れない。12時釣れないな、やっぱな、昼はな。夕方に期待ですね、夕間詰め。3グラムのジグですね、マイクロジグ、ブルーイワシ。壁際でね、護岸でツンツンしてるだけです。シェイクしてるだけ。シェイクしてるだけできた。ダイソーメタルジグマイクロイワシ、シェイクしてるだけ。来ました。シェイクしてるだけ。シェイクしてるだけできた。あれ、外れてる。バラした。もう一回。来ました。壁際でしゃくってるだけで釣れます。いいですね。ダイソーメタルジグマイクロ3グラム、すげえ。あれ、またバラした。マジか。食ってるだけで釣れる。ダイソーマイクロメタルジグ、すげえ。
たばれちゃった。マイクロメタルチューすげー。ただしゃくるだけで釣れる。しゃくってれば釣れちゃうっていう。とりあえずね、晩ご飯のおかず分は釣れたと思いますんで食べましょう。はい、それじゃあね、アジ焼いて食べます。いや、今日はアジングかなり良かったですね。釣れましたね。うん、いい匂いですね。焼けました。いただきます。美味しいですね。やっぱアジは美味しいな。ご飯も炊いてあるんですよね。ご飯も食べよう。ごちそうさまでした。あと、蚊にすごい刺されちゃった。毎日蚊に刺されてるんだよな。なんかさ、スプレーしてるんだけどさ、半袖だと刺されちゃうのかな。夕まずめの時にちょうどね、夕方ですよ。夕方蚊がプーンってきて、で夜今8時9時になると蚊がいなくなる。昼間暑い時も蚊がいないんだよね。だいたい7時ぐらい、6時7時ぐらいにさ、蚊がすごい出てくるの。君らどっから出てきたのみたいな。蚊がすごい出てきて噛まれちゃった。ということでね、明日もここでアジングして、ルアー釣りして、なんかここの主を釣りましょう。ということでね、今日もお疲れ様でした。また明日。バイバイ。また明日ね。ていうかね、夜寒いの。夜。22度とか23度だからさ、T シャツ1枚で寒いの。いや、どうしようかな。ていうか、日焼けしたな。すげえ日焼けした。半袖、今日1日で。日焼けした。おやすみなさい。また明日。